おはようございます。はじめです。この砂漠地帯に一泊させていただきまして、まあ朝ですね、朝食を食べ、ちょっとスケジュールが今から読めないと。どこに行くのか、何をするのか、何するんですかね、これから。ちょっと人任せなプランですけど、今日もね、動画回していこうと思うんで、よろしくお願いします。左がまたつかなくなった。セガムチャンネルでね、ここがつかねえっつってもう2話ぐらい動画撮ったんですけど、またつかなくなっちゃいました。何が起こったんだろう。この前さ、やった時はなんかちょっとちょこちょこって触ったら治ったんだけどな。あ、なんか落ちた。バルブが落ちた。取れないです。あ、取れた取れた。これが緩んでたのかな。ちょっとなんか不幸これ。光ればいいんだよ。光った。治った。そうそう。あのね、セカンドチャンネルでここら辺の動画を出したんですけど、その時に、これが逆ですよっていう話があったわけですよ。今こうなってるじゃないですか。これが、本当は、こうなって、こうじゃないかみたいな。いや、そんなわけないやんと思って、で、他のバナゴンの見てみたんですよ。そしたら、完全にこうなってた。こうなって、これが、こうみたいな。なんだろうね。そんなことあるんだね。日本は、そのウインカーを、多分オレンジにしなきゃいけないんですよ。多分ね。アメリカは別に赤でもいいんで、多分どっちでもいけるように、こうユニバーサルに作られてんじゃねえかなって思ってるんですけど、どうなんですかね、皆さん。でもさ、見て。これ逆じゃない？こうしたら、このメイドインジャーマニーが、ちゃんとこうなるから、今こうついてたわけじゃないですか。逆かもしれん。これ逆かもしれん。逆につけられてるのかもしれん。なんか今ドローン飛んできたよね。小さいドローンがそこに墜落しました。気をつけて。ちっちゃこのドローン、ちょっと怖い。誰もいない。宇宙から飛んできたのかな。可能性はゼロじゃないね。お隣さんが飛ばしてたみたい。
また墜落しました。California. さあ、というわけでですね、我々はジュリアンにハートブレイクな町に来ました。はい、ここはですね、なんか標高が2000、3000フィートぐらいあって、まあ、ちょっと高くて結構ね涼しい、なかなかな田舎な町なんですけど、ここのアップルパイが絶品らしい。食べたいね、アップルパイ食べたいね。アップルパイはねあんまり好きじゃないんだけど、やっぱこのアメリカの田舎のアップルパイ、もう情緒しかない、もう最高じゃないですか。で今日はねそれをねちょっと食べたいなと思っております。それでは行ってみましょう。謎にアンティークショップに来てみました。ここいいね、めっちゃいい感じの店だ。このメキシカンラックもさ、これすげえしっかりしてるの。これで75ドル。これはちょっといまいちだけど、鍵とかもさ、クソかっこいいんだけど。この鍵、いいね。あ、これめっちゃいいやん、キャンプで。これめっちゃいいやん。安いし。30ドル。買っていいっすか、これ。作りもしっかりしてるし。想像です。トナさん、ここのアップルパイが美味しいと。ここがね、ナンバーワン。ああ、全米ナンバーワン。全米ナンバーワンのジュリアンパイカンパニー。はい、リンゴの産地なんだけど、はいはいはい、アップルパイに冷たいアイスクリームをかけて。危ないやつですね。危ないやつ。すげえうまい。うまそう。うん。全米ナンバーワンかどうかわかんないけどね。イエルプナンバーワン。この辺の地域で、ナンバーワン。でもマジでうまい。ここはリンゴの町だ、ね。リンゴの産地だね。あと、ゴールドラッシュの時に金が取れて、なんか砂金とかも未だに取れるみたいな。まだいけるんだ。うん、いけるんだ。じゃあ、ここで一攫千金いきますか。僕の庭はブレックファーストいつも。あ、そうなんですね。じゃ行ってみましょう。はい。あ、すげえいい匂いがする。いろんなアップルパイがあるんですね。でれれれれ、わー、おいしそうだ。やらされてるでしょ。どうだ、だいぶ雑ですよ。だいぶグイグイいっちゃうんですよ。食べないんだもん。だいぶ考えたら。ああ何してくれてんの。見た目汚な。はい。めちゃ出ていく。我慢できなくて出ていく。ちょっとあったかい、ほんのりあったかいのと冷たいねアイスクリーム一緒にこう食べるとギュン。照れちゃってるもんな。照れちゃってるんだよな。ゲームは難易度高いんだよ。忘れちゃったね。忘れちゃん教えてね。アメリカで一番美味しいアップルパイ。イエルプこんな広く全米なの。全米ですこれ。アイスがいいっすね。アイスが。あ、生地がめっちゃうまいですね。生地のとこ僕アップルパイ嫌いなんですけど、うまいっすね。でも、これもあんまり好きじゃないんだけど、美味しい。うまいね。今、リハーサルだから。これから本番です。じゃあちょっともう一回フリからお願いします。同じこと言うぞ。だから旅の総括を、まあ、一言だけだね。街並みは二度と来ない。以上。解散。あれかっけえ、これソウルサムなんですね。ソロだった。これそう、俺たまにジュリアンに来るときはこれ乗ってくる。やっぱりオールドアメリカンのね、風を感じたいっていうかね、そういうときはたまにあるんだよ。イージーライダー的な感じなんですね。うん、であとたまにこれで海行くから。あ、そうなんですね。見かけたら声かけるんですよ。というわけでせっかくジュリアン来たんで MacBook 買っちゃう。こんなところにさ、アップルストアがあるなんて知らなかったよ。
めちゃめちゃ田舎なの。すげえ田舎なんですけど、やっぱね、アメリカってすごいわ。こういう田舎でも最先端のお店入ってます。まあ、こういうとこだよね、すごいところは。ちょっとアップルストア行こうかと思います。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. Go, go.